はい、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。今回の YouTube 動画は、時事ネタでいきます。はい、数日前に起こったことですね。はい、全国ニュースではなってないけど、知る人ぞ知るですね。ホリエモンと尾道餃子屋トラブルに思うという題でお届けさせていただきます。私はですね、広島県尾道にお仕事で行ってですね、東京に帰ってきたばかりです。尾道で何をやってきたかというとですね、私、古民家を再生したゲストハウスを尾道でやってましてですね、昨日がようやく改修工事が終わって引き渡しになりですね、そのままオーナー宿泊してきちゃったというですね、楽しい用事で行きました。あとは、尾道の海辺で、YouTube 収録とかもやってたんですね。はい。で、私が行った数日前にですね、有名な堀江門こと、堀江貴文さんがですね、尾道に来てたようですと。で、そこで、現地の、餃子屋さんとですね、ちょっとトラブルになって、彼のツイッターとかも炎上したということが、ありましたと。はい。それについてちょっと私の視点からコメントをさせていただきたいと思います。堀江門の一件というのはですね、こういうことです。すごく単純に言うとですね、堀江門が、3人のグループで尾道に来てたようですと。で、お昼時になってですね、食べられる場所を探して商店街を歩いていくと、結構アプリかなんかで、結構ここ美味しいよみたいな評判の高い餃子屋さんを見つけてですね、そこに入ろうとしたそうです。で、その餃子屋にはですね、入り口のところで、マスク、着用してないお客さんは入場しないでくださいみたいなことが書いてあったようなんですが、ホリエモンによるとそれに気がつかずに入ったと。で、その3名のうち、ホリエモン自身は、マスクはしてたようですが、連れのうちの一人が、マスクはしてなかったようでですね、その状態で、お店に入ろうと、した時に、その入り口のところで店員さんとやり取りをしたようなんですね。で、ホリエモンによるとですね、マスク着用、してないと入れないけど、結局餃子食べてる時ってマスク外さなくちゃいけないじゃないですか。なので、どのタイミングまでマスク着用すればいいんですかみたいな感じで、3人とも一応ご飯にありつけるように一応確認をしたようなんですが、店員さんの方がちょっとうちではマスク非着用はダメなんですみたいな感じで、お互いの意図が食い違うままですね、ちょっとした押し問答っぽくなったようなんですね。で、そこに、店主が出てきてですね、堀江さんだねみたいな感じで声をかけて、うちではマスク非着用がめんどくさいから嫌なんだみたいな感じで、結局お帰りいただいたようですと。はい。で、堀江門の方でですね、後で、ツイッターの方で、ちょっとこの件についてですね、お店が、ある程度特定できるような形で、発信したようなんですね。そしたらですね、ホリエモンのサポーターの方からですね、このお店に対していたずら電話とかですね、そういうのが来て、店主も激怒して、で、ブログに書いてですね、はい。で、それで YouTube の中で、いろいろな方がこれでコメントする感じになって、はい。ある意味炎上騒ぎになったということなんですね。はい。これですね、日本全国、海外、どこでも普通に起こっている、マスク着用を、めぐるですね、人対人のトラブルの一例かと思いますと。はい。で、今の状況下でですね、私が、気をつけているのは、やっぱり東京と地方との間で、かなりな温度差があるということなわけですね。当然ですね、その、感染者数というか、PCR 陽性者数の数では、東京がダントツで多いわけで、私はその東京に住んでるんですが、なんせここ、人も多いし、それぞれが、匿名で暮らせる社会なわけなので、例えばの話、私が、コロナに感染したということがあっても別に、それが一気に噂で広まってしまうわけではないんですが、地方になるとですね、
まあ人間も少ないし、皆さんが濃密な人間関係で社会生活を送っているので、どうしてもですね、感染者が特定されてしまうんですね。そうするとやっぱりまずいわけですよ。どこのどこだ、誰かがコロナかかったみたいだぞみたいな感じで言われて、特定されるともうその地域に住めなくなっちゃうと、まあ、そういうことがあるのでですね、非常に神経質だしですね、はい、ちょっと東京の尺度では書かれないような、あのやっぱり大きなプレッシャーがあると思いますと。まあ尾道ってまあそれなりに人口10万超えてる地方都市なんですけれども、まあそれでもやっぱり、そういう緊張感っていうのは感じますね。あの私の場合ですね、この尾道でこの土地建物を買わせていただいて決済したのが今年の4月15日だったんですね。その日はあの全国にそのコロナウイルスの、まあ、緊急事態宣言が発令された日でした。あの、新幹線で行ったんですけど、下りの新幹線、1両で100人座れるのに4人しかいませんでした。ほぼ空気を運んでる状態。誰ももう新幹線移動しないような時に私が東京から行きました。で、決済場に行くとですね、まあ、当然、まあ、現地の仲介会社さんも司法書士さんも結構なご高齢でいらっしゃるんですね。ね、私が東京に来ました、東京から来ましたっていうと、あ、鈴木さん東京から来たんだったらちょっと2メーター離れてよみたいな感じで、まあ2メーター離れた場所からマスク越しに会話をして決済をしたと、はい、いうことがありました。でつい昨日もですね、実は自治会長さんのところにご挨拶行ったんですね。はい、これからゲストハウスやりますと。まあ、あの、お食事は提供しません。泊まるだけです。あの、皆さん静かにあのしますので、ぜひよろしくお願いします。お菓子を持って行ったんですけれども、その場でも、あ、鈴木さん東京から来たのね、だったら2メーター離れてみたいな形で、まあ、言われましたと。まあその次回賞さんサイドからしてもやっぱり東京から来た人と会うのに相当なプレッシャーがあるようで、まあ、それはそれで私は尊重しなくちゃいけないなというふうに思ってますと。はい、でまあ本音を言うとですね、まあめんどくせえ田舎だなとは思いました。やっぱりですね、私基本都会が好きです。あの、匿名に なって生きられると、それぞれが皆さん、あの、居場所、あの、が、あの、あるっていう、やっぱり東京みたいな大都会が大好きで、はい、もう、都会でしか、まあ、生きられないというかですね、都会以外に住みたくない人間なんですね、正直言うとですね、はい、本当に地方、あの、いろいろ、あの、古民家民泊とかでお世話になってまして、非常に、あの、好きなんですけど、やっぱ住むのは都会がいいなっていうふうな、まあ、そういう人間なんですね。はい。ただ、まあ、まあ、それぞれ地方に行くとですね、まあ、それぞれの掟があり、まあ、文化があり、地域性がありですね。はい。最初に民泊手掛けた金沢市も結構めんどくさい地域性あったし、まあ、尾道もそうだったしですね、まあ、そういうものと付き合うということ自体が、はい、まあ、私の仕事の一部分でもあるんですね。なので、まあ、そういうある意味めんどくさい地域性とあの付き合うスキルを高めていきたいっていうかね、その中で、まあ、良くも悪くもあるんですけど、良さを見出していきたいなっていうのはあの私あの常に思ってることです。なので、まあ、マスク着用に関することもですね、まあ自分が 100% 納得できるかできないかは別として、まあそれに、低コストで従えるならばまあ従おうかと、はい、波風立てずにですね、まあ楽しくお互いやりたいねっていうのは特にやっぱり思いますね。はい。で、まあ今回のまあホリエモンの一件に関してもですね、まあどちらが悪いとか良いとか私からはわからないしコメントもできませんと、はい、まあどっちもどっちなんだろうと思いますけど、はい、ただまあその東京と地方で、まああるいは人と人との間でやっぱりそれぞれ考える前提が違うんですよと、はい、で、コミュニケーションのスキルも違うし語彙も違うし知識も違うと、まあお互い違うのが当たり前なのでですね、はい、まあおそらくそのお話になんないよっていう時はおそらくまあ違う前提で考える人なんだなっていうふうに思って。
トラブルになる前にさっと引くっていうのがやっぱ大事なんじゃないかなと。はい。私もこういう古民家再生の仕事して、いろんな地方都市と付き合って、まあその辺はトラブルにならない前にさっと引くことが常にできるような人間であろうと思っておりますと。はい。今回の YouTube はこれで終わりにいたします。チャンネル登録お願いします。それでは失礼します。さようなら。